総勢12名、ジャンルの違うお笑い軍団がプライドをかけてぶつかり合うスペシャル企画、フリップネタ VS リズムネタ、お笑い異種格闘技戦。平子率いるフリップネタ軍と酒井率いるリズムネタ軍によるチームガチンコバトル。絶対に負けられない戦いが毎日ある。平日最後のショーレース、毎日ショーレース、プロデュースドバイ英雄。いっぱいいる、いっぱいいる、元気だ、声出てるな。ショーレースって言ってる。中川さんが勝敗を決める。はい、そうです。よろしくお願いします。普段はどんなグループで活動されてるんですか。原宿から世界へをコンセプトに、遊びシステムの7人組のアイドルグループフルーツジッパーで活動してます。フルーツジッパーですね。では早速1戦目の代表芸人を決めましょう。はい、どうします。あ、でもリーダー酒井さんがもうバシッと、今日さ、あんたリーダーでしょ俺今日譲ったんだから、そこ。お前リーダーだった。俺リーダーだった。本当はそうなの、最初は。打ち合わせで俺がリーダーだったんですよ。俺から外れたと思ったら、あっちあっち大丈夫でした。本当だよ。お願いしますよ。どこでも。いつでも行けますよ。どこでも。行くかじゃあ。オッケー。オッケー。行こう。いいよ。いいですか。私たち、あの吉本のトップバッターナンバー2って言われてて。ナンバー1いんの他に。はい。誰？空水屋です。そっか、ぽいわ。近いやついた。よっしゃ。お、はい、誰か行きますか。誰か行く。自分じゃなかった。行ってくださいよ、多分一番ちょうどいいんじゃないですか。そうですね、確かに色合いちょっと似てるかもしれないですね。あそこ2人で赤と青で分けて、僕1人で赤と青やってるんで。確かにその通りだ。行ったるぞ。1回戦、ワタリ119 vs エビバディ。初戦からいたしてください。失礼します。ごめんなさい、ちょっと目が見えない。あら、こっちも目ね。ほんと言って、乱視はね、近まで近寄れるか。先行リズムネタ軍、吉本興業所属エビリバディ。TikTok でも話題になった。ちょっと入ってこねえな。さすがに無理よ、これ。さすがにこれは無理。変だよ。そうだね。先行はリズムネタ軍、吉本興業所属エビバディ。 TikTok でも話題になった中毒者急増のリズムネタで勝利に導くクリティカルヒットとなるか。先行。Hey guys! チョイとタクトで We are everybody! OK! 突然だけどさ、チョイ、応援ってさ、めちゃくちゃいいよな。そういうタクトはどうやって応援すんの？え、応援ってあれしかねえだろ。行くぞ、フレーズ、フレーズ、お、おったんに。それめっちゃつまんなくない？パードゥー。ちょっと待て、応援ってこれしかねえだろ。その応援もう古い。古い？新しくした。え、今からやるから、うタクト、ベースやって。わお、ベースができるなら最高じゃねえかよ。はい。キレキレやな。セット、ミュージックスタート。ために私の気持ちを伝えたいよ。フレーフレーフレー。うわお、めっちゃちっちゃいんかい。てかめちゃくちゃちっちゃいんかい。めちゃする、めちゃする。ガッツのせーおおめにパン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 。うわお、めっちゃちっちゃいんかい。てか太鼓がちっちゃいんかい。相手がちっちゃいんかい。てか相手がちっちゃいんかい。へい、お前相手何センチだよ。170センチ。うわお、お前がでかいんかい。てかお前がでかいんかい。いや、素晴らしい、ありがとうございました。これは勝ったな。これはもらった。方向フリップネタ軍、渡辺エンターテインメント所属、渡り119。
元消防士という異例の経歴を持つ熱血芸人、魂のハイテンションで勝利をつかみ取る。ナスケどうも元消防士渡り119です。お願いします。いいな。消防士がしてはいけないこと、それは炎上すること。ある時僕は単独ライブを11月9日に開催しようと SNS でこのような告知文を投稿しようとしました、うん、一見普通の文章ですが、消防士の僕から見れば炎上する危険が大いにある。例えば、渡り119のおかげで息子は消防は119は消防って覚えてくれましたこれは実際にあった投稿です。いいよいいよ。こういった子供が先ほどの告知文のチケット代の料金を間違えて覚えてしまい、子供が消防の番号1500で覚えたんだけどとか言われる危険がある。そこで僕はチケット代を119円に値下げすることにしました。ですがこれをしてしまうと次は時間も119にしてほしかったとか言われる危険もあります。そこで開演時間も119に変更することにしました。ですが11時9分だと1109で覚えられそうだし、午後1時19分だと1319、11時90分すなわち括弧12時半ということにしようとしたらシンプルにたくさん質問が来そうだったので、最終的に開演時間を夜中の1時19分にすることにしました。ですがこれをしてしまうと次は会場時間は119じゃないんですねと他も言われそうなので、会場時間を11月9日の1時19分にし、開演時間を1月19日の1時19分にすることにしました。そして次に開催場所の住所が神宮前 4-2-12 なので、子供が消防の番号4212で覚えたんだけどとか言われる危険性も出てくる。そこで開催場所も埼玉県指揮士館 1-1-9 にあるヒエルタバイオリン教室で行うことにしました最終的にこの文章に直し投稿し直し、もし万が一苦情が来た時のためにお問い合わせの番号も載せておくことにしました。それも119にしておきました。これで炎上を防げる。以上渡り119でした。お疲れスクやったぜ、やったやったナイスレスキュー、ナイスレスキュー、お疲れスキュー、レスキュー、レスキュー、渡り119、どこ確認ピース、よし、オーケースクランブル、オーケー、おいいいい、マジで勝ってる、開始よ、手応えはいかがでしたか？もちろんありますよ、ありますよそれ、あります、もう僕絶対勝ちますよ、ね、はい、サンキュー、サンキュー。違いますよ、違いますよ、平子さん。審査方法はお笑いド素人の私が視聴者目線でどちらが面白かったかを100点満点で採点させていただきます。それでは中川さん、得点の発表お願いします。じゃん、フリップネタ群87点、リズムネタ群72点。渡り119さんのなんかずっと119に対する熱量がすごい高かったのが、うん、なんかすごい芯がある方だなって思って、うん、面白いとかじゃない、芯の勝負、今回芯の勝負だ、芯の勝負だ、芯の勝負、笑いじゃないんだ。リズムネタ群さんのエブリバディさんはすごく見てて楽しかったんですけど、あの早かったから、早かったよね、ちょっと脳みそが追いつかなかった。追いついてこいよオーケー、遅いなって、来るから、危ねえ、違うこと考えてて今さあ2戦目また決めていきたいと思います。なるほど、うん、なるほど、ゆっくり系でいく、ちょっと分かりやすい、分かりやすいで言うと僕たち僕ら相当分かりやすい、あ、行こうじゃん、行こう行こう、分かりやすい、いいですか、行こう、なんか俺行く、私行っちゃう、ゆっくり、熱量、熱量負けない、熱量の人かな、声小さいっすけど、熱量で焼いちゃう、熱量で焼いちゃいます、焦がしちゃう、焦がします、何それ出す、何それ、面白いそんな感じなんすか、火つけちゃう、俺に火つけてくれる、座ってくれよ
2回戦みほとけ VS ツンツクツン万博。先行はリズムネタ軍グレープカンパニー所属ツンツクツン万博。2021年結成の超新星、あのバズりまくった名作ピッツァマンを超えるリズムネタは飛び出すのか。君はどうしてうちのパン屋で働きたいんですか。はい、それは僕がパンが大好きだからです。なるほど、はい、どのくらいパンが好きなんですか。あ、まあ見ててください。え、ではこれから僕がどれだけパンのことが好きかあなたにお伝えしたいと思います。え、パン、食パン、メロンパン、クリームパン、チーズパン、フランスパン、アンパン、パンはこんなに種類があるんです。音楽を止めなさい。食パン、メロンパン、止まりなさい、クリームパン、チーズパン、やめなさい、フランスパン、止まりなさい、アンパン。でも僕が一番好きなのはね、コスパン、膝パン、くるぶしパン、コスパン、膝パン、くるぶしパン、そうよ、へそパン、帰りなさい、胸パン、帰りなさい、メパン、やめなさい、コスパン、膝パン、くるぶしパン、コスパン、膝パン、くるぶしパン、へそパン、やめなさい、上がってくろ、胸パン、メパン、メパン、メパン、あ、もう見えないだろ、膝パン、くるぶしパン、やめなさいって言ってんだよ、コスパン、膝パン、くるぶしパン、伸縮性すごいな、アゴパン、上下ともに、腹パン、アゴパン、前髪パン、やめなさい、へそパン、アゴパン、腹パン、アゴ鼻、アゴ鼻、前髪パン、へそパン、あごパン、腹パン、あごパン、腹あご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 、前髪パン。どこで履歴書出してる。いやーよかった。これめっちゃいいですね。いいわ。めっちゃよくわかった。ちょっと遊びシステムっぽかったもんね。高校フリップネタ軍浅い企画所属みほとけ。お寺や仏像をこよなく愛する悟り系芸人が繰り出す諸行無常のフリップネタに一礼せよ。こんにちは、仏像を見つけたの時間だよ。今日も仏像大好きみほとけお姉さんが素敵な仏像をご紹介するね。ん？仏像ってなんか難しそう？大丈夫、とっても簡単だから安心してね。じゃあまずは京都金刚光明寺御光宗阿弥陀如来坐像。ごめんね、ポカーンとしてるお友達の顔見るとお姉さん気持ちよくなるんだ。じゃあこの御光宗阿弥陀の一番の特徴はとにかくアフロヘアなこと。どれぐらいアフロなのかというと、ドンキで売ってるパーティーグッズくらい分かりやすいアフロなんだ。どうしてこんなにアフロなのかというと、長い間修行に夢中になりすぎて髪切るの忘れちゃってたんだって。すごいね、すごい、中二みたいなこと言ってるね。じゃあこのアフロがどれぐらいの大きさなのかお姉さん調べてみたところ、久保田利伸お兄さん以上、全盛期のスキマスイッチお兄さん以下のアフロだったよ。全盛期のスキマスイッチお兄さん、えぐいね。ん？こういうこと言ったらお寺の人が怒っちゃうよって。大丈夫、このネタはね、お寺の人と一緒に考えたんだよ。すげえ、すげえ。じゃあ今日はここまで。次回は葛飾区南蔵院の縛られ地蔵、縛られすぎ問題についてお話ししよ。バイバーイ。すごい、あれ勉強になる。これ負けてもしょうがない。これはちょっと負けの可能性ある。そんなしょうがない。いや、やばい、もうやばい、しょうがないです。ありがとうございました。ちょっと待って。
って何か ありがとうございます。でなんか美仏さん終わった瞬間俺負けたかもなって何なんですか。なんでなんかすごかったもん。ちょっとおろかで勉強にもなったしな。でもあのさ、はい、あのお坊さん、はい、あ実際の方だよね。本当にあの懇意にさせていただいてる。なんかこういうネタとかに落とし込むのって、はい、なんかこの仏道に反するみたいなことはないの？は本当にきちんとインタビューとあの お話を重ねて許可をいただいて、はい、やらせていただいてます。仏教の話なんか長い長い長い。どんどん長いってそんなインタビューいらないって。仏教のインタビューなんかかっこいいんですよね、向こうの熱量が。静かな、さらりとやるからな。それでは得点の発表お願いします。じゃん、リズムネタ軍90点、フリップネタ軍87点。やったやったやった。そうだったんだ。おかげマックパン。なんか YouTube でこのネタ見てたんですよ、はい、そうだからずっとなんか見れたっていう感覚、生で見れたっていう、生で見れたっていうのとやっぱ分かりやすかった、ね、おーパン、可愛かった、いらしい、最高最高。逆になんかめちゃめちゃ勉強になったし、へーみたいな、もっと見たいなって思ったんですけど、ちょっと楽しくなっちゃいました。こっちは一番嬉しい。これがリズムネタですからね、うん、ちょっとあの協力してくださったお坊さんと一緒にまた考え直して楽しめるネタを、うん、はい、精進してまいりたいと思います。楽しめたな。呪うとかじゃないんだね。そんな言うかなと思ったけど。はい、言ってもらえるか、リンだから音体動きますか。じゃあ、うわかっこいい。とうとう動くよ。大丈夫ですか、そっち。誰でもいいですよ、行かしてください。本当？はい。あのさ、怪我だけさせないで。行っちゃうわ。行きますか。気をつけてくださいね。俺らあっちんで。あっちっす。うわ。フリップ芸人はフリップを持つまで口を聞かないようにしてるんですよ。うーわ。口数多ってわけだ。うわ。いや。まあこっちが本当の勝負なんでね、平場って。え？え？ん？俺今なんつってました。俺今なんつってたんですか。ちょっとわからなかった。俺もわかんないですよ。こっちが本当に一緒です。3回戦、大谷健太 VS リンダからインフィニティ。先行はリズムネタ軍、渡辺エンターテインメント所属リンダからインフィニティ。バズりかけのカリスマが奏でる自称全知全能のリズムネタを体感せよ。どうもこんにちは。どうもどうも、僕が見ての通りカリスマで、それについてきた信者たちです。お願いします。今日は俺が何でも相談乗ってやるから。え、いいんですか。じゃあまず俺から。どうぞ。最近やることなすことすべてうまくいかなくて、うん、お先真っ暗です。こういう時ってどうしたらいいですか。なんだよそんなことが。人生明るくずっと照らされてるやつなんて一人もいねえんだ。いろんな壁に囲まれて闇をさまよい続ける。でもな、ひっくり返すチャンスは必ず来る。そん時に備えて、てめえの目だけは光らせとけよ。めでたし。私もいいですか。うん、どうぞ。本当は自信があるのに遠慮しちゃう時があるんですけど、こういう時ってどうしたらいいですか。なんだよそんなことが。まさに RP でいうところの酒井さんだな。え、ラジオだけでテレビじゃ何もできないって言われてるよな。でも本当は殻破れんだろ。え、できないキャラもういいよ。様子見ずにマジになれよ。飛べよ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 。皆様調子だよ、狂ったことの歯に直しちゃう。子羊に起こす革命道、ビーてやるぜ真のお客さん。カモン全知全能、飛べ全知全能、飛べよ真の武将。さあ踊ろうか、アマチュークいらないいらない最後チューク。ありがとうございました。ありがとうございました。いいよ。
行ったんじゃないですか。あいつらってそこ出るたびにさ MC に絡みつけてくるなんか結構安っぽいスタイルとかやるやる意外とやるよね。なんか戸部坂井戸部坂井高校フリップネタ軍吉本興業所属大谷健太 SNS にアップした動画の総再生回数は驚異の2600万回を超え番組一バズった男が繰り出すフリップネタを活目せよ。どうも大谷健太です。かわいい動物の紙芝居ご覧ください。僕の顔どれ。ある日ブタくんが森を歩いているとそこにお友達の顔がたくさん落ちていました。するとそこにクマくんがやってきて、あれ顔を落っことしちゃった誰か僕の顔を体の上に乗っけてくれないかな。分かってよクマくん、じゃあクマくんの顔乗っけるね。クマくんの顔これだね、いくよ、はいどうぞ。あれ違うよブタくん、これクマの顔じゃなくてコンビニの深夜バイトの人の顔だから。夜勤してないよ僕、クマだよクマ、ごめんごめん、クマくんの顔これだ、はいどうぞ、違うよ、これクマじゃなくて高校ナンバーワンスラッガーの顔だからね。クマだよ、1年生ぶん殴ったりしないよ僕は、これかな、違うよ、これクマじゃなくて女子高生未来モンスターだからね。クマだよクマ、オリンピック出ないからね僕はね、これかな、違うよ、これクマじゃなくて大筋で容疑を認めてる女だからね。クマだよクマ、これかな、違うよ、これクマじゃなくて男性アイドルグループの後ろの方のブスだからね。クマだよクマ、ダンスのキレだけが取り柄のブスじゃないからね。これかな、違うよ、これクマじゃなくてガチすぎるモデルさんだからね。クマだよクマ、これかな、違うよ、これクマじゃなくてデブではないつもりのデブだからね。クマだよクマ、これかな、違うよ、これクマじゃなくてクマさんみたいって言われることに味を占めてる毛深いデブだからね。これかな、違うよ、これは急に街ででっかい声聞こえて振り返ったらいる人だからね。クマより怖いからね。これかな、違うよ、これクマじゃなくて全然意味ない警備員の人だからね。クマだよクマ、これかな、違うよ、これクマじゃなくてまだ性欲があるおばあさんだからね。クマだよクマ、これかな、違うよ、これクマじゃなくてコンビのあんま意味ないツッコミの方だからね。クマだよクマ、これかな、違うよ、これクマじゃなくてもうネタとか諦めて自分の詳しいことで飯食ってるピン芸人だからね。クマかな、うん、これは4年に一度のバカだから、うん、これ、うん、これは10月のバカだからね、うん、これは年末のバカだからね。ちょっとこれメガネ外したらこれ大筋よく認めてる女なんだけど、これ何これ、あ、クマくん、本当にクマくんの顔あったよ、うん、どれどれ、お、本当にクマだけどなんか画風が違う、どうもありがとうございました。いやー、なるほど。お前らいつも俺らのこといじるけどさ、はいはい、やっぱりさ、いじるのクリームさんレベルになってからようやく入るからさ、酒井のこと書いてあってどうしようもねえっつーの。うわ、うわ、酒井さん、はい、言ってやってよ。酒井さん、お前らがいじったんだろ、だって。いや、俺はだからこれネタで言ったでしょ、うん、あなた本気出してないだけだから。本気出したら戦いんだって平子さんに。いつまでビビってんすか。あの人こういうのがあなたの仕事でしょうよ。言ってください。いい張り、いい張り、本気出せんすよ。いつまでもな、こんな仕打ちやなんて。しつ、俺だってな、殻破りてんだよ。ラジオだけとか、なんとか、とか言えたくねえんだよ。ざけんじゃねえよ。しつ、お前、昔一回ネタ書いてこいって言ったらさ、コント書いてきたけどよ、なんかよくわかんない単館映画のフランス映画みたいの書いてきたじゃねえかよ。今いいの、テレビ映えねえんだわ、単独だけでやって。やっぱ無理。やめてください。無理だって、俺やっぱ無理だわ。お前まだ真正面からシュールとか使ってる部類の芸人だろ。もう終わっちゃだろ。相方がそこまでよ。
かばってくれんねん。すいません、僕らの対決なんでエグすぎますどこだよ。はい、さあそれじゃあ中川さん発表お願いします。じゃん、うん、リズムネタ軍50点、フリップネタ軍60点。ひっくり、ひっくり戦うねん。なんで、何しようって。なんか本当にいそうな人すぎてちょっと傷ついた。傷ついた。あんま言ってあげんなよ。世間の意見だな。時代ですよ時代。明日フリップ全部神社に行って燃やしてもらいます。燃やせんの神社に。燃やせんだ。リズムネタ軍さんは、うん、なんかジョーカーしか、うん、頭に残んなかった。残んなかった。面白い女。でももっとなんか本ちゃんのネタを見たかったところをなんかこの MC に名前ずらして、なんかそこでのなんかの遊びみたいのがちょっと目立っちゃったかな。え、それ平子さんの意見じゃん。一言も言ってないですよ。あ、でもちょっとなんか媚びてるのかなとちょっと。俺たちが、はい、ますます面白い女じゃん。この子伸びるぜ。目つけときな、みんな。ここまでの結果はご覧の通り。巻き返しを図りたいリズムネタ軍、意地を見せられるか。4回戦、鈴木ジェロニモ VS オジン・アズボーン篠宮明。先行はリズムネタ軍、松竹芸能所属オジン・アズボーン篠宮明。芸歴25年の眠りすぎた獅子が再び毎日賞レースに参戦。寝起きの奇才が勝利をつかむ一手を打つ。どうもお願いします。これからですね、ワールドワイドな時代になっていきますから、英語の勉強しませんかということでいきましょう。ミュージックスタート。英語のスペルの覚え方、英語のスペルの覚え方、散歩ウォークの覚え方、散歩して体悪くした、散歩して体悪くした、味テイストの覚え方、味薄いから醤油足して、ワインワインの覚え方、ワイン味とてもウィーネー、チームチームの覚え方、ユニフォームはテアミー、クールカムの覚え方、米が来る、キタケイムの覚え方、カメが来た、開ける音、ドゥーワッ、力パワーの覚え方、力入れすぎて意識がポイン、たくさんマッチの覚え方、むっちゃたくさん、時計ウォッチの覚え方、どうもありがとうございました。よっしゃ、遊びシステム、完全に完全に遊び。高校フリップネタ軍、プロダクション人力車所属鈴木ジェロニモ、ポーカーフェイスから繰り出される空耳ボイパが話題沸騰中。ブレない笑いのビートが今回も鳴り響く。
それでは中川さん得点の発表お願いします。はい、リズムネタ軍85点フリップネタ軍80点シュ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 、よかったのに。これどの辺が中川さん遊びシステムっぽかった。これほら遊びシステム、どうも遊びシステムです。出てきたジェロニモ君はすごいすごいなってずっと感心してたんですけど、なんか感心して終わっちゃいました。わあ、本当によく言われることですね。本当によく言われる。言われそうだな、やっぱりこの1回戦目を見てみて、どんなネタ私好きだなっていうのは、単純かつリズムで楽しいやつが好きだなって。リズムって言ったら勝てるぞ。もうリズム好き言ってるから、リズムが好きって言ってる。前半戦を終え、フリップネタ軍が17点リード。勝負の行方は後半戦へ。100点出ちゃった。これはすごい勝負。絶対に負けられない戦いが毎日ある。平日最後の賞レース、毎日賞レース。プロデュースバイ au。